藤高総一郎は、日本のバスケットボール選手である。ポジションはフォワード。3X3 でもプレイし日本代表候補でもある。柏市立さんは小学校、柏市立柏は中学校、大阪商業大学高等学校を経て2010年4月、関西大学に進学。大学の同期には、山下和樹がいる。1年生時より、メンバー医師、関西選手権。 関西学生リーグ戦、全日本大学選手権に出場した。3年生時のリーグ戦は9位で2部降格したが、チームの主力として、リーグ得点ランキング3位。4年生時のリーグ戦では、優勝に貢献し、優秀選手賞を受賞。日本学生選抜チームにも選出され、理想100敗争奪日間、学生バスケットボール競技大会に出場した。4年生時には、 ユニバーシアード代表にも選ばれた。大学卒業後の2014年、NBL の日立サンロッカーズ東京に加入。背番号39。7月には、学生と NBL の若手選手で構成された選抜チームに選出され、国際親善試合の近畿バスケットボール100周年記念大会でスプリングフィールド大学と対戦した。2017年5月16日、 前年末にトヨタ自動車アンテロープスに所属する栗原美香と結婚していたことを発表した。2017年をもって SR 渋谷を対談するも地元の大阪へ別再移籍する。2018年には東京オリンピックの公式競技にもなっている 3X3 へチャレンジ。2018年には 国内トップリーグの 3X3 プレミア新規参入チームの大阪ダイムでプレー。2019年には5人制でもプレーしているエベスサ、エグゼでプレー。2019年には韓国の 3X3 のプロリーグにも出場し、東京ダイムでプレー。2019年には 3X3 の日本代表候補にも選出され東京オリンピック代表候補入りを目指している。 ありがとうございます。